はい、皆さんおはようございます、46日間チャレンジ、第5日目になりました。7月5日の今朝6時をちょっと迎えたところでございます。私はですね、今ちょっと私の何でしょうね、事務所メンバーで、鎌倉の方に、鎌倉江ノ島の方にチーム合宿で、今来ておりまして、今3日目の朝、まあ今日帰るんですけど2泊3日でですね、来ていてっていう感じなんですけれども、昨日はやっぱりね、もう本当合宿って感じで夜中の2時ぐらいまで、結構いろんなことを語り合い、仕事とは何なのかとかですね、まあこれからやっていきたいこととかですね、まあ、いろんなことを話し合えてよかったななんていうふうに思うんですけれども、やはり2時までお酒を飲みながらそうやって、まあ楽しく過ごしても、朝の6時にはこうやって収録をこうするというですね、勉強をこうやっぱするという、こういう強制的にやるというのが非常にこう大事だったりとかしますよね。継続的にもう毎朝やると、まだねスタッフ誰も起きてこないというような状況ではございますけれども、さあ、やってまいりたいと思います。昨日までやってきたところでは、行政手続法の第1条から第4条まで見てまいりました。ここが第1章の総則の部分ということになります。1条に目的、2条に定義で、3条4条のところで適用除外というところを見てきました。そして行政手続法というのは、処分、行政指導、届け出、命令等を定める手続きという4つについて書いてあるということでしたよね。まずはね、総則部分が1条から4条まででまとまっていて、これは全体にかかってくる話ではあるんですけれども、いよいよですね、ここからが処分について見ていこうということになってきます。行政手続法の規定をこうざっとですね、46箇条を眺めていただくと、ああ、処分の規定がですね、非常にこう、条文数取られていて、処分についてが中心の法律なんだ、なんていうことが見て取れるんじゃないかな、というふうに思います。処分というのは、これは2条の定義のところでやりましたけれども、処分というのは、申請に対する処分と、そして不利益処分という2つに分かれるんだ、ということでした。申請をして、で、許認可申請なんかをして、許可を得るとか、あるいは不許可になってしまう。これが申請に対する処分ということになります。それに対して不利益処分というのは、今まさに営業していたりとか、あるいは免許を持っていたりとかするところに対して、これは営業停止処分とかですね、営業許可の取り消し処分なんかをしていく、こういうのを不利益処分と呼ぶんだ、なんていうことを学習しました。第2条のところでね、学習をしてきました。さて、今回は、じゃあ、申請に対する処分と不利益処分、これらについて今日から勉強していこうということになりますけれども、まずね、ざっくりね、これ条文数見ていただきたいのが、申請に対する処分は5条から第11条まであります。5から11条まで、全部で、ね、7箇条あると。そして、12条から31条まで、12条から31条までが不利益処分という形になっています。はい、それでは第5条見ていくことにしましょう。審査基準という条文になりますね。で、我々ね、業務として許認可申請を行っているわけですね。例えば、まあ、飲食店の営業許可なんていうのがイメージつきやすいかもしれませんけれども、そうやって飲食店の営業許可申請、建設業の営業許可、古物営業の営業許可、まあ、こういったものをやったりとかするときに、一体どうやったら許可になるか、この基準がわからないと困りますよね。で、どうやったら許可になるかというものについて、いや、それはですね、法律に基づいて申請をするんだから、2条の3号で申請の定義なんかを勉強しますけれども、法律に基づいてですね、申請をするわけだから、そういう意味では、その根拠法を見ればわかるんじゃないの？まあ、確かにそうなんですよね。食品衛生法を見れば、飲食店に対するですね、飲食店の営業許可についての基準とかがわかるような気がします。確かに大元はそうなんです。ただ法律というのは非常にざっくりとしていまして、具体的に、じゃあ、飲食店営業許可を取るときに、じゃあ流しが2層ないといけませんって書いてあるけれども、この流しの大きさとかっていうのは、どのくらいの大きさのものが あればいいんだろうかとかですね。あるいは、その、
お手洗い場の設置とか、洗剤をちゃんと置いていないといけない、お湯が出ないといけないとかですね、まあ、いろいろあったりとかするわけですが、それをですね、全部具体的に法律に書き込む、まあ、国会でそれでもってそれを議論するというのは、なかなか国会もハードなスケジュールで行いますから、そういうものは法律では定めていないんですね。じゃあどこに定めているのっていうと、政令、省令、まあ省令で主にですね、そういったものが定められてたりとかするということなんですが、省令でもまだまだですね、書かれてないことが実は多いんですよ。ですので、我々は何見てるかっていうと、当然法律、そして根拠となる政省令、これらも追いますが、さらにはですね、実際に役所の運用として、で、手引きを出していたりとか、あるいは審査基準という、こういう許可の基準がありますよというのを出しているんですよね。で、この審査基準なんかを見ることが多いというか、まずは最初にそういうアクションを起こしたりとかするんです。ただこれ、実際に業務やり始めた方とかも、結構ですね、やり方を間違えている方が多かったりとかするので、それについてもちょっと今日はお話をしていきたいなと、具体的なね、イメージを持っていただきたいなというふうに思います。第5条のこの審査基準という条文になりますけれども、1項、2項、3項ございます。まず1項のところでは、行政庁は審査基準を定めるものとするということで、ここでは設定をする義務があるということが書いてあります。どうやったら許可になるかという基準をそもそも設定する義務があるんだという書き方ですね。ここで行政手続き法全般のちょっと条文の読み方の注意をしておきますけれども、何々しなければならない、何々するものとする、こういうのを設定義務、義務、法的義務というふうに呼んでいきます。法的な義務があるぞ。まあ、何々しなきゃいけないということなんですね。それに対して何々するように努めなければいけない、努力しなければいけない、こういう書き方をしている場合というのは、必ずしもですね、しなくても良い、まあ、努力をすれば良いということになりますので、こういう規定のことを努力義務規定というふうに呼んでいきます。とりわけ、その、使い分けというのが大事になってきますから、ぜひね、これは義務なのか、法的義務なのか、そして、法的義務であったとしても何かしら例外がある場合もありますから、例外はないのか、さらにはそうやって努力義務規定なのかどうか、こういったものをですね、しっかり見ていただきたいなというふうに思います。5条の1項は、これは設定義務ということになりますね。法的義務ということになります。第2項を見ていきましょう。第2項は、行政庁は審査基準を定めるにあたって、許認可の性質に照らし、できる限りの具体化義務というふうに書いてありますね。この審査基準が非常に曖昧な、ぼやっとしたものであったら、それはですね、ぼやっとしているのは法律だけで構わないわけです。具体的に我々は申請書、あるいは添付書類、これをつけて審査に回さなければいけませんから、具体的な基準が知りたいわけですよね。例えば何平米の面積ね、店舗がないといけないのかとかですね、資本金、いくらなければいけないのかとか、こういうのを具体的にですね、表しておいてくれないと、許認可申請ができないということになってしまいます。従いまして、ここではですね、できる限り具体化する義務があるんだ、できる限りの具体化義務という、こういう形で覚えておくといいと思います。で、5条の3項を見ていきます。5条の3項になります。この審査基準を作っているものの、結局のところ、もう秘密にしちゃいますよと。行政の内部で、抱えてしまって、で、それを我々には教えてくれない。となったらですね、意味ないですよね。我々はそれを知るからこそですね、許認可申請をすることができるということになりますから、やっぱり公表をしてほしいということになりますけれども、ただし、行政上特別の支障があるような場合に関してはですね、公表しなくてもいい、非公開にすることということもあり得るというのが、この5条の3項になります。行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備え付け、その他適当な方法により、審査基準を公にしておかなければならないと。まあ、最近では、この審査基準がですね、ホームページ、役所のホームページに載っている、なんていうことが多かったりとかするので、我々は結構役所のホームページをまずは最初にチェックして、審査基準載ってるかな、どうかな、
こんなのを見たりとかするわけなんですね。で、ただし、結構役所によっては、そうですね、ホームページなんかには一切記載がなくて、そして我々が電話して審査基準を見せてくださいというと、役所の窓口まで来れば渡してあげますよみたいなですね、非常にこう上からのですね、姿勢を見せるところもあります。私はここは今の時代は、やはり利便性、この国民の権利利益に資するという観点から言えば、ホームページ上に審査基準ぐらいですね、記載するべき、というふうに思いますが、役所によっては、業務によってはですね、備え付け、これを見せてもらうと、その役所の事務所に置かれる備え付け、これを出してくれ。こんな風に言わないと出てこない。なんていうことがありますけれども、まあ普通はこのその他適当な方法ということで、ホームページなんかに公表することが多いというところになります。五条の押さえ方はこうです。第1項、審査基準の設定義務。そして第2項、その設定したらできる限りの具体化義務。できる限りの具体化義務。そして第3項、行政上特別の支障がある場合を除き公表義務。行政上特別の支障がある場合を除き公表義務。このような形で頭にインプットすると良いかと思います。さて、ここからは、まあ、受験される方とかはそこまで、気にしなくてもいいかもわかんないんですけれども、ただ実際に業務をやられている方なんかについては、改めてですね、この審査基準とは何かというこの疑問について、ちゃんと理解しておくべきなんだろうなというふうに思います。というのもですね、私なんかよく、言うのが、ね、開業したての方とかで、どうしてもですね、そういう場合、まあ、建設業の許可をするっていう時に、役所が出している分かりやすい手引きなんかがあったりすると、まあ、手引きを読み込む。まず最初にね、それでいいんですけれども、手引きというのは、あくまで、まあ、対国民用に行政サイドとしても分かりやすいマニュアルをですね、見せてくれているというだけなので、なので、その手引きの中に書かれていることというのは、何が根拠になっているのか、例えばそれは法律に書いてある話なのか、政令に書いてある話なのか、省令に書いてある話なのか、ね、この施行令とか施行規則と呼ばれる、施行令というのがまあ政令ですね。施行規則というのが、まあ実際に省令ということになりますけれども、そういったものに書いてあるのか、はたまた地方公共団体の議会で定める条例であるのか、まあ条例催促なんていうのが出てくることもあったりとかします。さらにはそういったものにも書いてなくて、本当にそこの役所の内部で定めている審査要領、審査要項、こういったものが基準になっていることもあります。で、しかも審査要領なんかについてはですね、役所は公表しないなんて言ってくることが結構あって、いや、見せてくれよと。本当にこうやって審査基準にこうやって書いてあって、根拠が審査要領って言うけど、審査要領にどう書いてあるかっていう、その記載を僕は見たいんだと。こんな主張をよくやり取りとしてはするんですね。で、このような場合にですね、まあ、役所の方としては公開してくれればそれがいいんですけども、なかなかしない場合には情報公開請求なんかを使って、実際に審査要領なんかを取り寄せるなんていう作業を実際に我々はよくやるんですね。まあ、やる先生は結構本当にやられるんですけど、もうやらない方は本当にトーンとやらないと。こういう形になりますけれども、それぐらいこう法的根拠をですね、調べて、条文上とか、あるいはその役所の内部でどういう決定がなされて、そういう審査要領が出来上がっているのか、こういうのをですね、事前に入手すると、役所との交渉がスムーズになるわけです。審査基準は、実は一概にこうやって行政手続き法でこの審査基準としてまとめておりますけれども、その審査基準の中に入っているパーツはですね、法律に根拠が置かれてたり、条例に根拠が置かれていたり、あるいは行政立法、政省令、こういったものにですね、根拠が置かれている。あるいはそういった法令に根拠が置かれておらず、審査要領とかですね、そういったものにですね、根拠が、審査要項とか、そういったものに、まあ、根拠が置かれている、なんていうことがあったりとかするわけなんですね。
ぜひそんなことをちょっとイメージをしながら、まあかなりちょっとね、細かいことを申し上げておりますけれども、第5条審査基準というのは、具体的に業務になるとずっとまとわりついてくる話になりますから、ここでしっかりインプットをしておかれるとよろしいかと思います。さあ、今日はですね、ここまでということにさせていただこうかなというふうに思います。また明日ね、次は月曜日になりますけれども、まあ、次はというかまた明日ですね、月曜日になりますけれども、しっかり学習を進めていくことにしましょう。今日は以上です。